さあ激しい殴り合いの末じゃんけん決着ついて、さーてとサバズイさんのチームはトロル、トロルじゃねえや、カース、マーラ、ナーガル、おっと武器がアイスコードに変わったぞ。フレデリックさんがやはりナーガル相手が苦しすぎるから、ナーガルとの相性を少しでもまともにするためですかね。じゃあ先方マーラ大胆、さあ目の前ゾンビ、ゾンビゾンビ、さあめくりくさい、めくりたんでしょうね多分。さあ突っ込んで、さあ空対空センス、飛んで飛んで、ちょっとふわっとしまってジャブ、さあゾンビが着地に刺さる、スケルトン出しておいて、さあしっかり下火が総裁取るが、セパレーを出し切ってなかった。そうそう、ちゃんと読み切っている総裁の攻防。さあセパレーが引っかかってしまった、体力が互角、さあゲージが溜まり始めたぞ。ここからマーラ怖い、さあスケルトン対空強い、さあはちょっとね攻撃が低くなるんですけど大ダメージ続けられないラムダ側。さあ対空魔球しっかりしている、ゲージも残しつつマーラが勝利。まあラムダ火力低いからねやっぱりね。さあゾンビ、あれゾンビだなあれ本当に、なんかあちゃんとゾンビ言ってた、ゾンビでもただ骨にしか見えないんだけど紫色のなんか、あさあ飛び動画には刺さってしまった、なんか昔のプラモデルみたいな色したゾンビ、あのスケルトンみたいな、そういう。さあ氷を持ってるので無理して崩さなくて、な崩す必要がなくなったエリオン側、これがあればまあ多少はまあまあ5分までいかないとはいえ普通に戦える組み合わせになるんじゃないですかね。さあバックジャンプしてしまった、今のはもう勇気あって前出しすれば下をくぐれたんですけどね。さあ空大が刺さって、さあ下くぐったんだがコーパンっていうか衝撃が刺さらない。さあ飛び道具を操作しちゃってエリオンがゲージを吐けない、おっと勝利で落として、ここからオフィテムタイムだが中段には昇竜。さあ飛び道具が刺さって、さあここからどうする、あーっとドカーンと体力いっぱい抜かれて、いやー削り、さあ時間がないぞ。さあもみ合った結果コパンだけが刺さってナーガルに取られてしまった。ちょっとゲージが浮きすぎたんでマナカンとか使っててなかったかもしれないですね。さあトロルは急に苦しかったぞ、なんか回復はしたいんだが始まるとボルトがだるすぎる、まあ俺はこのまま時間切れでいいんだぜと言いたいんですけど、3ゲージ持ったナーガルが襲いかかると10秒で死ねる。さあ飛び込んできて、さあ続きドーンと、さあ 1.5 ゲージ使ったけどこいつを無傷で倒したのはでかい。あーヘッド、さあ苦しいっちゃ苦しいんですけど、バーサク相手に投げがある分まだ増してる組み合わせ。ただバーサクあろうがなかろうがこの武器を持って真上に絡みつかれると苦しすぎる。さあ使ったゲージがない、もうどうしなくトロール側、さあこれです、これが苦しすぎる、おお投げ無敵を利用する。さあ続きタイムスタート、もうどう攻撃られるか、ジャンプ逃げ全部読まれた。さあ今投げたかったが投げ返されて、ただあれ今こってしまったか。さあジャンプに続きが下くぐって、あーさあしっかりジャンプに利用読んだジャンプ強パンチが刺さりまくって勝ったらサーバーさんおめでとうございます。次さあダークエルフプラスエリオンプラスナイトメアブレード、全員の攻撃力が加わる加わる状態ですね。なんかね不思議な力が加わる加わる。さあそしてラムダカース、ナーガルで炎の剣。さあ専用武器を持ってないので、ね、ラムダ側が多少やりやすい。何とかって中間距離の切っ先をぶつけ合う戦いだったらラムダだったねや、エリオンの方がやりやすい感じ。さあコパンで抑えて、さあ相打ち上等、中段揃って昇竜。さあ高まった、さあスカッシュ投げもしっかり対応する。このこすりが怖くないのが武器持ちではない時の辛いところ。さあ少し足のラッシュが素晴らしいぞ、一気に逆転している、勝利で返して、さあフォースダッシュが何もしないで5番やらしい。さあラムダ側の対応力が光る。さあっとっとっと上を取ったためにコパンが刺さりやすかった、こすってこすってマナカン股間ガーフがダメだった。さあちょっと大胆にいったんだがダメでした。あとナーガル
これは苦しい。まあ、ただ単発刺されば勝てる体力なので。さあ、ジャンプ。おっと、うお、すごい手食い逃げ方した。これ流れがもうささっと殺していく。さあ、武器トーラー。専用武器武器トーラー。さあ、ボーン、ボーン、ボーンと、いいコンボ入る。さあ、ボルト重ねて、削っていく、削っていく。下火が長いぞ。まずはしゃがみガード意識したい。さあコッパンで抑えたが勝利の前以外。さあブリトラのカツカツモードがスタートする。これを食らっているようだと専用武器の、あ、始まりました、終わりました。さあそれでもいいダメージを持ってしまった専用武器だとね。ボルト、さあ空対空が噛み合わなかった。ブリトラが取ってファーストエンド、ゲージはあるのでここでちょっとゲージを使うとやっぱ長くなるか、勝つためには温存していきたい。さあジャンシー勝ちし暴れ潰し電気だがしっかりガード固める。さあ飛び込んで A を頭からかっ、おっマイディもうコパンコ3。さあうまい透かし投げ、まだ分からない。3ゲージあればバーサクは3回も使える。まあ当たり前なんですけどね。さあゲージをどう使っていく、マナカンでターンを握るのか、バーサクでねじ込むか、2回転投げでダメージ取るか。さあ近寄らない近寄らない。さあ昇竜操作して、あー遅かった。さあ苦しくなったいきなり、おっとコマから2回転、まずこれでまだ追いつかないんだがいいダメージ取った。さあ時間が怪しいのでそろそろ動かなきゃいけないんだが、追い詰めて、おっとジャスト猿に1回転追い打ちできない、バリバリしない、どうする、なんか使った、おお、なんか出た、ここと勝った。カンパシさんすげえな、ランダム入りました。ゴブリン、ゴブリン、バルガン、おお、いいじゃないですか、全然アイテムまでランダムいっちゃう。これはワンチャンゴブリンを対象にしてオークゴブリンのコンボを決め、おお、できるできるわ、これゴブリンコンボ来ちゃうか、これ画面足の。さあラムダオーク、さあジャージ一回ペース逃げられた途端に苦しいんでね、お互い牽制キャラなんで。まあ、ラムダは多少めくりなんか、めくりは駒だけのいい崩しはあるんですけど、多くは確定状況からとか一分けりからダメージだったらそこそこ難しいやつね。おしゃれ、さあっと今なんか暴れた、昇竜で無理やり返していく。さあ立ち火の前の外からギリギリ昇竜、さあアッパイ当たって減った、ハードオミダメージ、さあしかし角は取れなかった。あれでね下段があれば面白いんですけどね、ぐるぐるからのね、基本的に立ちが安定なんで。さあゴブリン、これはダメな組み合わせきましたよ。さあっとリアンジャンプ遠い、てかセパレが A B じゃなかった。さあコパン勝利つながってなくね今の。さあしっかり コパンから勝利取ってかっこいいコンボ、はいグローでアタック、さあ振ってきて超ダメージ、上りジャンプ D は苦しみにならなかった。さあ勝利でねじ込まれた、おっと、さあゴブリンはジャンプの軌道も独特なので意外に自分で攻撃することすら難しい。さあアッパヘイジャンプの上りに刺さっちゃった、最後ジジイ。さあヘッドチャージ、あーっす立ち B からのコンボ、球のフォローもできなかった。さあ斜め球、昇竜が2ヒット、実は10以上だった。ヘッドチャージで無理やりダメージ取って、続くサンドラ、ゲージがあるぞ、確認ができる。サンドラ相手はコパンクラウドも恐ろしい。さあスパキャンからゲージ効率がちょっと悪い、弾もなくなる。さあヘッドチャージ、弾なんとか回復。さあなんかサンドラが無理やりになってきてる、ゲージを溜め続けてもう死んでもいいやぐらいの感じかもしれないですね。さあしかし危ない、今の夜は届いちゃうそれ。さあ今、あ、わざと食らったんですねこれね。